はい、本日はですね、ウーフォスのウーアーを紹介していきたいなというふうに思います。全然言い慣れてないので、むちゃくちゃやったんですけど、はい、こんな感じになってて、ウーフォスっていうのがですね、最近流行ってて、それこそセレクトショップやったらもうめちゃくちゃ見かけるんですよね。そこら中の人気セレクトショップが取り扱ってるっていう、このウーフォスというサンダルになってるんですけど、まあ、それを紹介していくということになってて、まあ、これがですね、リカバリーサンダルというサンダルになってて、僕先月ですね、同じようなサンダルを紹介してて、それがですね、今履いてる、他オネオネのリカバリーサンダルっていうのを紹介したんですけど、これがやっぱめちゃくちゃ良くて、で、まあ、なおかつ最終的にこれ嫁に今取られてる状態になってるので、まあ、もう一ついるなっていうことで、我が家は部屋用で使ってるんですけども、まあ、もう一足一応購入しとこうということで、まあ、こちらを購入したということになってて、この商品名がウーアーという商品名らしいんですけど、まあ、それを紹介していきたいなというふうに思います。で、こちらのですね、ウーフォスっていうのをですね、調べてみたら、これが2018年から日本に進出したブランドっていうことになってて、まあ、比較的最近出てきたブランドではあるんですけども、まあ、それでも結構もう人気になっててよく見かけると思うんですけど、これまあ何がすごいかって言ったら、本当にプロのアスリートとかプロのアスリートのトレーナーとかたちの一緒に考えて開発されたサンダルになってるので、めちゃくちゃ柔らかいんですよね。で、僕先月このホカオネのリカバリーサンダルもめっちゃ柔らかいですっていう話してて、まあ、そういうところとの比較もちょっとしながらご紹介していきたいなというふうに思いますので、まあ、早速見ていきたいなと思います。今日お話しする内容としてはですね、まずこのサンダルの特徴というところのお話をしていって、で、次にデメリットをお話しして、最後にまあおすすめの人で最後おしまいという感じになってますので、その順番にいきたいなというふうに思います。ではまず最初の特徴なんですけど、もうこのウーフォスのサンダルって言ったら、もう何が一番最初に出てるかって言ったら、めちゃくちゃ柔らかいっていうのが一番最初に出てきて、要はクッション性がいいっていうことなんですけど、なんか普通のサンダルより 37% ぐらいいいっていうことやったんで、そんなんて別に体感したのは分からへんじゃないですか。だからどれぐらいいいのかっていうのを今から目の前で分かりやすくちょっと説明していきたいなというふうに思うので、ちょっとまず画面を見ていただきたいなと思うんですが、これ僕履いてるホカオネオネのサンダルと、あとこれがウーホスのサンダルなんですけど、これ面白いのがですね、ゴルフボールあるじゃないですか、これをストンって落とした時にしっかり吸収してくれる、要は跳ね返ってこうへんっていうのがどっちなんかっていうのを見てもらいたいんですけど、このまずホカオネオネのサンダル、まあこれぐらい画面の上ぐらいからこの僕の胸ぐらいまでいきますね。で、落としていくとちょっと跳ねるんですよね、っていうポポンってちょっと跳ねてるのが分かるかなと思うんですけど、このウーホスの方も同じように画面の上ぐらいから僕の胸ぐらいでやるとという感じで、全然跳ねないんですよね、ポツンと。要はこれ何かっていうと、この反動をしっかりこの底が吸収してくれてるんですよ。だからホカオネの方が悪いっていうわけじゃなくて、もっと普通のサンダルやったら跳ねるんですけど、ホカオネオネの方でも吸収はしてくれるんですけども、さらにこっちの方がインソールの吸収がいいということになってて、まあそれが 37% ぐらいいいってことになってるんですが、まあ、実際目で見てもらったら、あ、こんだけゴルフボールが跳ねへんとしっかり吸収してくれってことは、足をこうガッて踏み込んだ時も吸収してくれんねんなっていうのが分かるかなというふうに思いますので、まあインソールに関してはめちゃくちゃ柔らかいんですよね。多分今まで触ったインソールの中で一番柔らかいっていうぐらい柔らかいので、多分ウーフォスのサンダルって言われたらここが一番特徴的だと思うんですけど、まあ、クッション性がむちゃくちゃいいということになっております。で、次はですね、サイズ感ということになってるんですけど、僕がですね、足28センチで、僕全部28なんですね。このホカオネオネのサンダルとかナイキのスニーカーとかバンズとかも全部28センチを履いてるんですが、このウーフォスの方も28センチで着用はしてみてるんですけども、これですね、パッて履いたら結果から言うとちょっとちっちゃいんですよね。何がちっちゃいのかっていうと、このソールの部分の高さとか横幅がちっちゃいっていうわけじゃなくて、それは全然普通なんですけど、この上の甲の部分、そのスライドサンダルのこのスライドの部分っていうのがちょっと小さく感じてて、ちょっときついなっていう印象があるので、もしかしたら普段ゆったり履かれてるというか、ピタッとジャストで履きたい方とかは全然問題ないと思うんですけど、もうちょっとゆったり履きたいなっていう方は、ワンサイズ 0.5 ハーフサイズぐらい上げてもいいんかなと。ワンサイズちょっと上げすぎですね、ハーフサイズぐらい上げてもいいんかなと思うんですが、もともとのこの甲の作りっていうのが結構ちっちゃくなってるので、まあ、これもしかしたら日本人にちょっと合いづらいんかもしれないんですけど、ちょっとこの辺はちょっと小さいかなという印象はありますね。なので冬場とかで靴下履いたりとかして履くじゃないですか。で、その時に冬場の靴下って分厚いと思うんですけど、それやったらもしかしたら28でだいぶきついんちゃうかなというような感じはあるので、全然履けなくはないんですけど、普段履いてるこのホカオネオネと比べると、あれちょっとちっちゃいなっていうのが、このスライドの上の部分がそんな感じで思います。で、まあ、次の特徴はですね、まあ、これもそうですし、まあ、こういったサンダルも全部そうなんですけど、こういうのって濡れても大丈夫じゃないですか。だから例えばレジャーとかでも使えるかなと思いますし、キャ
ランプとかでも使えたりとか、あとカバーとかでも使えたりとかできますし、まあ、それこそ我が家では多分部屋用として使うと思うんですけど、例えばキッチンとかでこう濡れたりとかしても全然問題ないので、でささっと汚れても水洗いとかできちゃうので、まあ、この辺とかは便利な作りやなという感じで思いますね。でそして次の特徴としては、これはですねやっぱ靴下履いて履けるっていうのが良くて、このウーアーっていうモデルはですねこういうスライド式になっているので、あの鼻緒のあるタイプってやっぱり靴下も5本指の靴下とかじゃないと履けないじゃないですか。やけどこういうのってどんな靴下履いてても履けるし、裸足でも履けるし、あんま気にせんとこうスパーッと履いて歩けちゃうので、まあ、特に部屋で履きたいとか、あとオフィスとかあの会社とかで履きはる方とか、あと学校の先生とかもそうなんですけど、まあ、そういう方とかはこういう形のタイプのって履きやすいと思うので、まあ、僕結構好きなんですけど、まあ、もちろんそれ以外にはベランダとか庭とかで使う用としても履けるかなというふうに思うので、まあ、この辺は特徴かなという感じでは思います。で次にデメリットっていうところなんですけど、デメリットがですね2つあるんですけど、まず1つ目っていうのが先ほども言ったみたいに、やっぱりこの甲の部分が若干ちっちゃいんですよね。だからそれがちょっと気になるというか、長時間履いたらどうなるなみたいな、軽くその辺歩いたんですけど、それに関してはそんな問題はないんですけども、ちょっと長時間履くにしてはこの圧迫されてる感があるというか、この辺がちょっときつく感じたりはするので、もしかしたらハーフサイズ上げた方が良かったかなと思うような感じにはなってます。まあ実際多分我が家ではこれが嫁を履いてこっちを僕が履くと思うので、別にこれ28やから全然入るとは思うんですけど、まあそれはちょっと気になったかなという感じになってて、まあ、人によってはかなりちっちゃく感じるかもしれへんなっていう感じで、もう一個のデメリットとしてはですね、こういうタイプって熱に弱いじゃないですか。だから例えば車の中に掘りっぱなしっていうか入れっぱなしにしてたりとかして、夏場ってめちゃくちゃ車内の温度グーって上がってくると思うので、そういう時にこれ入れっぱなしにしてると、こういうゴムっていうかウレタンというか、こういうあの素材っていうのは熱に反応して縮んだりとか形が変形したりとかする可能性があるので、僕はあんまり車内とかにこういうの掘り込んだりしないんですけど、多分熱にはおそらく弱いんじゃないかなというところは思いますので、普段日常とかであの直射日光浴びてる分とかには全然問題ないと思うんですけど、車内ってほんま60度70度80度とかになったりすると思うので、まあ、そういうところにあまりにも長時間放置しとくのはちょっと危険じゃないかなと、まあ、形が変わるっていう意味で危険じゃないかなという感じで思います。っていうのも、まあ僕も実際ですね、今までこういった似たような素材のサンダルを車の中に放置 してあのサーフィンの B さん用として置いてたんですけど、結局つい履いた時にサイズちっちゃくなりすぎてて、この上がキューってしまって、で履かなくなったっていうことがあって、友達にもあげたんですけど、まあそういった経験もあったんで、あんまりこういう素材のものは車の中にずっと掘り込みっぱなしっていうよりかは、まあ普通に自宅に置いてる分には全く問題ないと思いますし、それこそベランダに置いてても全然問題ないと思うんで、その40度かぐらいだと全然問題ないと思うんですけど、やっぱりあまりにも高温すぎるとちょっと怖いんじゃないかなという感じで思います。で次おすすめの人っていうのがですね、やっぱりこれだけあのクッション性がいいっていう感じで、まあこれ見てもらったら分かると思うんですけど、めちゃくちゃ柔らかいんですよね。だから本当に歩き心地とかを求めてはるっていうか、履き心地、ふわふわな履き心地求めてはるんやったら、もしかしたら他オネオのよりこっちの方が履き心地というかふわふわ感はあるんちゃうかなって、まあ個人的には思います。で決定的に違うところとしては、履き心地というかそのふわふわ感、インソールは多分ウーフォスの方がいいかなと思うんですけど、厚みだから身長が高くなるとか、高さっていうところで言ったら他オネオの方が高さがあるんですよ。だからもしかしたらアウトソールはちょっとこっちの他オネオの方が優秀かもしれないですけど、インソール要は足裏が当たる部分っていうのはこういったウーフォスの方が柔らかさはあるんじゃないかなという感じで思います。まあ、あの土踏まずの部分とかもしっかり盛り上がったりとかしてるので、まあ本当にスポーツの後履いたりも全然できますし、それこそ会社でも履けるし、まあ我が家みたいに家のスリッパとしても使えるやろうし、まあ、ちょっと近所出かける時とかにさって履いたりとかしても全然問題ないと思うので、なんかあんまり医療的に言うとビーチサンダルって履かん方がいいらしくて、っていうのもなんでかっていうと、この土踏まずのところがないじゃないですか。 B さんってこうフラットになってるから、ああいうのってあんまり医学的に良くないらしいんですけど、こういう風にちゃんとあの土踏まずの部分も盛り上がってるっていうのは、あのそういうとこまで考慮されたリカバリーサンダルということになってるみたいなんで、まあ、ふわふわ感が欲しい方はこれは結構おすすめかなと思います。まあ、たださっき言ったようにちょっとここがちっちゃいので、足が大きい方というか足の甲が高い方なんかはちょっとこれは向いてないと思うので、足の甲が高い方は多分他オネオの方がいいと思いますが、まあ、足がちっちゃい方とか足の甲がそんな大きくない方はこういうウーフォスとかは、まあ、比較的いいんじゃないかなと思います。僕もそんなに足の甲が大きいわけじゃないんですけど、それでもちょっときつく感じたんで、まあこの辺ちょっと人によって個人差はあると思うんですが、まあそんな感じとなっております。はい、ということになってるので、まあ履き心地はもう間違いないというのはもうこれは動画でお伝えしておきますので、あとはまあサイズ感とか、まあ、そういうところっていうのは実際手に取ってみて見張ったりとか、サイズを合わせ張ったりとかして見るのがいいんじゃないかなというふうには思います。ということになってますので、本日はですねウーホスのウーアーを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。